モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、そうだな、今日はこちら恵美子さんからいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。この前食器やホットプレートの応用術っていう話が出てましたよね。子供が小さかった頃の恥ずかしい話を思い出しました。はい、ある夏の日、お客様用に冷たい麦茶を出したんです。きちんと茶卓に乗せて、で丁寧にどうぞって言って差し上げていたら、横から長女が、ママなんでそうめんのつゆ入れるのにお茶入れてるのって悪気のないあどけない不思議そうな顔お客様は聞こえているのに聞こえていないふり私は赤面してあたふた、今となっては懐かしい思い出ですちょうどいいですもんねそういうことなんだろうな、夏用のあのガラスのね確かにそうですよね、そうめんつゆっていういいですよそんなのは全然でも面白いね。さあそれからね、こちらはそうめんだからうどんの話行こうかな。香里さんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも笑いながら聞いてます。ありがとうございます。おもろい家族、それは父。数ヶ月前のこと、家族でウエストにうどんを食べに行こうっていうことになって、車で向かっていた時、車の中で父が、お父さんはウエストの常連なんだぞと言ってました。うん、ウエストに着いたらいつもの店員さんなのか、こんにちは、今日も天気がいいですねなんて言いながら、みんなで席に着きましたしばらくして店員さんが、メニューお決まりですかと聞きに来てくれたんで、母と私と妹はそれぞれ注文。お父さんはと私が聞いたら、父が店員さんに向かって、じゃあいつものでさすがは常連と思っていたら、店員さんが、はい父は諦めずに、一昨日頼んだやつだよこれは困った人だ面白い、これは面白いすると母が、いいけん商品名早よ言わんねえと父は真っ赤になりながら、肉うどん店員さんは、かしこまりましたと厨房に行きました。結局私たちから、何回ここに通っとるんと聞かれて、父は3回はあ、たった3回で覚えてもらえるわけないやろ、3日連続ならまだしも週1ペースで。でも帰りに店員さんが、次からは肉うどん覚えておきますねとねえ、ほんとね。その後嬉しくって一人で何回か通っているそうです。はい、新型コロナウイルスが流行し、最近全く行けていない。いやー、ウエストの肉うどん食べたいなと寂しそうに言う父、また落ち着いて行けるといいですね。そしてうどん祭りも楽しみにしています。ありがとうございますねえ。もう私もね、はい、本当にウエストのもう店の前通るたんびに、もうなんていうか、心がぐーっと苦しくなるというかね、なんかもう本当だったらね、もうこれぐらいから、もう来週ぐらいから匂わせ始めてね、あの初夏のうどん祭りなんていうね、季節ではあるんだけれども、まだこれがね、どういう風になるか、なかなかこうね、見えていない状況
でももう収束したら必ずやね、美味しいうどんをねまた展開したいなっていうふうに思ってますんで、どうぞお楽しみに、はい。まあまあ向こうがやっていいよって言ってくれる。そうですね。そこ大事ですよね。こっちはやりたいけれどもっていう、ね、そういうこと。もともと押しかけ企画だから。こんなことやりたいんですけどいいですかっていう。本当よくいいですよって言ってくださいましたね。まあそれからね、随分と毎年毎年ね、年に2回うどん祭りやってるわけですけれどもね。はい、うん、まあでもあのなんていうか、うん、まあ僕はもう寿司屋の息子なんで言いますけど。ね、あの料理屋さんみたいなところでいつものっていうのはね、うん、なかなかいろんなメニューがあるから。そうですね。そうなんですよ。ほら肉うどんばっかり頼む人でも、うん、なんか違うの食べたいなっていう、うんうん、やっぱ気分の時もあるじゃないですか。ありますあります。はいはいはい。とか新しいメニュー見てね、違うの頼もうって思ってる人もね、うんうん、いるかもしれないんで、はい、なかなかこうねじゃないかなみたいなのはあるんですよ、もちろんのことながら、この人はこれしか頼まないみたいなね、はい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 、あのうん、だからもうこっそり裏手には言うんですけどね、うんうん、これのお客さんが来たよと。やっぱね、常連さんでよく通ってくださってそれしか頼まないっていうことだったらある程度覚えますもんね。でお茶出して、うん、裏にはやっぱりそれでしたいいよっていう。それはもうね、お店の楽しみなんですよ。はいはい。これもいいな、女性の方40代。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。少々前の出来事なんですが、車の定期点検に行ったんです。お手洗いを済ませて出ようとした時に、未就学児か年少さんですかね、女の子が入ってきました。私を見るとおしっこと一言。え、ママは？と聞いたら首を横に振って、おばちゃんと一緒にする？って聞いたら、うんと返事。便座に抱えて乗せて落ちないように支えて済ませました。その後抱えて手を洗って、女の子は元気にトイレを出ていきました。ドアの外では女の子とママの会話、ママが一人でできた？うん。いや、そうじゃないし。車の点検が終わって外に出たら納車セレモニーが行われてて、写真撮影の家族の中にトイレで会った女の子が花束持ってにっこり。私は心の中でバイバイと手を振って、両手には女の子のつるっとした卵肌の余韻が残ってましたとさ。なんだろうね、お母さんにいいとこ見せたいみたいな、やっぱそういうところが女の子の中にはあったんでしょうね。そうでしょうね、うん、おばちゃんになら迷惑かけていいっていう。さあそれからね、これもいきましょうか。マリさんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。主人と私と、3歳の娘、9ヶ月の息子、4人暮らしです。今夫婦で買ってしまいがちなものを自分たちで作ることに夢中になってました。例えばパン、例えばお菓子、だしパック、ハーブソルト、コーヒーバッグ、餃子や春巻きの皮、柚子胡椒。へー、すごいね。いやいやいや、酢味噌すら作らない人から、もうほんと、いやとね、そうなんですよ。そっか、酢味噌作ればいいんだって言われないと気づかないっていう。すごいよね。どんなポンコツ AI や。ポンコツ AI。 いやいや、バージョンアップしないじゃない。 AI ってバージョンアップするからさ、ね、一応ポンコツ AI という。悲しい。特に主人は凝り性で、柚子胡椒作りっていうのはもう数年やってるんですけれども、もともと飲食店で働いてたってこともあって、料理は得意中の得意。性格は石橋をたと叩いて渡るタイプ。料理では失敗しません。そんな主人が柚子胡椒を初めて作った時の話。まず一からネットで下調べ。レシピに注意書きが書かれてて、カプサイシンは肌につくと危険だとして手袋装着して万端。抜かりなし。いざ青唐辛子を包丁で刻んでました。しかし大事件。主人は鼻炎持ちなんです。
普段から鼻水が出そうになると鼻を触ってしまう癖がある。案の定キッチンからギャーという悲鳴。手袋を装着、べっとり辛味成分カプサイシンがついた手で鼻を触ってしまい、は肌が肌が肌が焼ける、痛え。ネットで対処方法を調べると油を塗ればいいと書いてあったので急いで塗りまくり、なんとか緩和。完璧だったはずの柚子胡椒作り、触っちゃいけないと分かっていたのにと悔やんでも悔やみきれない主人。今年で3回目、我が家のベランダには唐辛子の苗が植えられています。一から作るって一からすぎて本当にすごい。美味しくできたら報告しますというメッセージありがとうございます。おもろい家族パート2はお昼12時からです。